るのもあります。なるほど、勉強なる。かっこいいんで。共通テストの時とかもう辛かったっすね。芸人辞めたんす。え、芸人辞められたんすか。おはよう、始まりました、もてつチャンネル。さあ、今回はですね、2人を合わせてみたんで、はい、混ぜるな危険、混ぜるな危険、はい、どうなるんでしょうか。たわしさんと、はい、東大合格者、飯田、ツートンカラーになっている、ね、ツートンカラーですね、東大カラーで、はい、何も光を意識したツートン。いや、彼は別に意識してないんですけど、青い空にイチョウマークっていうので、東大カラーだけ意識して、今日から、ウカルって名前にします。ウカルにしますか。それ考えてたら、ヒカルに持ってこうとしたんですか。ごめんなさい、乗っかれなくてね。ボケスルーしたって前回言われちゃったんで。受かってますもんね、そもそも。そう、受かってるんですよ。だからもう、明暗がすごい、やっぱこの、陰と陽みたいな。陰と陽がくっきり分かれちゃって。なるほどね。はい、いや、じゃあ、ぶっちゃけどうだったのか、東大受験、お二人。どうだった振り返って。まあでも、今年のってことですか。そうそうそう、今年は、受かるつもりでもちろんやってましたし。は受かるじゃ困るんですけどね。もう受かるじゃないとね。実際、やっぱり、分かるじゃないですか。なんか距離感みたいな。そうですね。今年は当たってんかなと、いけると思ったんですけど、はい、じゃあ去年一昨年はやっぱ距離感がすごいあったって感じ。多少は、はい、今年開始惜しかったっすもんね。割とですね、今まででは一番惜しかったんで。視聴者さんが手のひら返ししてましたもんね、はい、あそこでコメント欄で分かりやすい。結局はそうなんだって。結局は点数なんだ。受かったら、まあ、受かってないですけど、良ければ何でもね流れてくれるんだっていう。良ければみんなもうコメント欄うわーってなるし、悪かったらやっダメだよお前。めちゃくちゃ言われる。共通テストの時とかもう辛かったっすね。こいつもう絶対受かるわけねえじゃん。ああいうの一喜一憂しちゃうタイプだから。一喜一憂しちゃうんですね。しないですか。いや、もうなんかアンチの人がいたとしても、はい、ああ自分のために時間割いてくれてるんだぐらいに思っちゃうんで。そうですよ。これが明暗を分けたんですかね、このポジティブ、ね、メンタル。メンタルでもメンタルマジ大事だと思います。僕の悪口にハートつけますから。強えな。それメンタル強いのかどうなのか、また違う話になってくる感じがします、ね、ただ M なだけみたいな。森鉄チャンネルのね。でもすごいな、それ、はい、勢いをすごい感じますよね。そうですね、まあ2人ともね YouTuber になってね。あ、そうか、知らないか、芸人辞めたんだ。え、芸人辞められたんですか。もう辞めました。辞めちゃったんですか。ただのほんと34歳の東大受験生。東大受験生、はい、もうコメント欄で叩かれたから、ほら芸人辞めちゃったじゃないですか。ただの受験生じゃないかとか言われて、真に受けちゃって。真に受けちゃダメなんですって。本当に周りにコメントに流されてた。お前芸人辞めろって来るから。来るか。一人の人間の人生を変えましたよ。まあでも前々から思ってたこともあるので。あ、そうなんですか。自分にはちょっとお笑いの世界向いてないなと。向いてない。いやいや、やってくださいよ。暗いし、暗い気の利いたことも言えないし。いや、勉強だけしてた。自虐。勉強に絞ろうと思って。芸人辞めた途端にそっちの方向でなんか才能が今見えてきてる、はい、自虐ネタのね。毒舌とかも。毒舌ですか。毒舌目指すんですか。いや、それは目指していこうと。東大受かって低学歴バカにするチャンネル2人で作りません。パクって TV とかでいきましょうよ。あ、いますもんね。パクって TV で。ゴンゲの方たち。ゴンゲの方たち。すごい悪のゴンゲみたいな。悪の。どうだったんですか、実際。じゃあ受けた時同じ会場にいるはいるはずなんですね。学部も一緒っすよね。そうっすね、文化二類で一緒だったんですよ。でもチラッと僕見ました。あの、ただ僕はちょっと一人だったから、はい、そこにこう声をかける勇気はなかったです。あ、いや声かけてくださいよ。ピンクの頭の人がいて、はい、周りに何か一緒の仲間が、あ、そうっすね、さんずっと友達とつるんでたり、はい、動画撮って、はい、編集してみたいなことやってたんで、僕はそこから多分何十メーター離れたところにいたんですけど、そこからこう走って声かけるっていう勇気は僕やない。いや、走らなくていい。歩いてきていただいて、ね、距離感だから、そのまま縮めないでいこうと思って。ああ、そのままなんですか、帽子かぶったりとか全然せずに。いや、マスクしかしてないです。そのまま行ってたんですね、うん、はい。たわしさんもし動画に映ってたら2万再生ぐらい増えたと思うんですよね、自分の動画。絶妙な数字を言う。2万。ちょうどチャンネル登録者さんがそれぐらいかなと。すごい受けた時どうですか。まあ、国語むずくて、さあ、そうそう、古文漢文全然どうでもいい。古文漢文やばいと思って。難しかったんですかね。古文漢文めちゃくちゃ難しかったですよね、例年より。てかいつもが多分簡単なのかなと。そうですね、ここ数年はずっと簡単な傾向だったんですけど、やらかしましたね。平均点下がってますよ。多分2017ぐらいになってるんじゃないかな。いや、でも受かってますから、受かったら何でもあり、受かったら何でもありっすよ。いや、古文漢文余裕だったんですよね。あれ取れない人はどうなのかな。得点開示楽しみにして。ああ、やめてくれ。数学で叶ったんですよ、やっぱ。数学がすごかった。そっか、数学は苦手だったんですけど、好きだったんで、
勉強時間の半分以上数学をやるっていう謎の行為に出て、そう、でもその作戦が功を奏したと言えますね。そしたらまあ、あの、自分が一番運を持ってる受験生だと勝手に思い込んでるんで、これこれなったんで、これこれ、僕いないのこれこれ一番運が出やすい数学にかけようかなっていうのもありました。なるほど、勉強なる、勉強になりますね真似しない方がいいとこもいっぱいあると思う。飯田さんの、そうですね、自分ほどの運持ってる人周りにいないような気がするんで、究極にポジティブですね本当に。英語はダメでしょうからね、はい、英語ひどいっすよ。英語ダメなんすか。あの、奈良の動画見てほしいっすよマジでできない英語マジできない。あ、そう、トーイックのやつも解いてきたんですけど、ひどいっすよ。リスニングはできるんですよね。そうですね、リスニングだけは30分の28取れたんですけど、奇妙だな、奇妙ですね、奇妙な人だ聞き取れる、点の取り方奇妙、聞けるけど文法全然できない、はい、ひどいっすね、やんないですか、やる気が動けないですか。いや、文法をやろうと思うんですけど、はい、難しすぎて入ってこないから、いや、これ勉強しても多分身にならない、別のことやろうで避けて避けて、はい、ひどいことになっちゃってるっていう、よくわかんないな。河合塾で切ってたんですよ、はい、そうなんですよ。なんで先生のおっしゃることが自分で噛み砕いて理解できなくて、これ受けててもう、なんだろう、サンスクリット語聞いてるような感じだなっていう。サンスクリット語まで いきます そう、馬の耳に念仏みたいな、ね、森田先生のでも文法だったらいいんじゃないですか、はい、森田先生の、はい、文法ね、だからちょっとトイックこれから受けていくんで、はい、ちょっと文法は鍛えなきゃいけないな。こっからじゃあ会心期あるかもしれないですね。そうですね、文法の共通テストだから文法ないからめちゃめちゃ取ってるんですよ。そうなんですよ、あれはあれ何点だったんですか。95-92で取れて、はい、すげえ、すげえこっからしたら。でもあれなんですよ、めっちゃ英語できる人じゃない、あれって4択じゃないですか、うん、人生かかった4択だったらミスんないんですよ。運いいんで、かっこいい、かっこいい、運いいんで人生かかった4択ならミスる、そうだから動揺するんじゃなくて、そうなんです、人生かかった4択だからミスんない。あ、これは外さないなって、やっぱこれだお、ま、お守り40個ぐらい持ってるんで、36問だったら1個に1枚出していけばちょうど対応していくんですよ。だって僕だったらお守り40個持っちゃったら、うん、あれこれ1個1個打ち消し合わないって効果切れちゃうんじゃないかなって思っちゃうタイプです。そうですね、全部ポジティブに変換できる、すごい。それでまあ受かったわけですからね。じゃ数学やってる時どうだったんですか。あ、でも数学は割と今までに比べたらできたかなって思ったんですよね、うん、自分の中では、うん、だからそんな大きく減点はなく、うんうん、まあ、半分ぐらい取れたんで、自分の中でそれだけ取れたらもう受かるなと思ってたんで、うん、調子乗って英語で失敗しました。あ、はい、関東2つしたと思ったら違ったんでしょうか。そうですよ、4台中2台関東して2台途中まで、でもまあギリギリって感じだったんですけど、うん、1日目終わった後シャワー入ってたら、はい、なんかふと頭の中にひらめいて、あっ、あそこミスってた、条件読み落としてたってなっちゃって、うん、結果的にどんぐらいの出来なのかな。結果的に1巻3半ですね。ああ、じゃあ多分半分よりはちょっと上ぐらいですかね。そうですね、50点とか多分50ぐらいだと思います、うん、すごいな。でも東大文系50点取れれば今年多分以下だったんで、うん、結構取りやすいんじゃないかなとは、うん、なるほど、ね、なるほど、そこは強くて、で、うん、そうか、社会だけ違うんですね、日本史と、日本史と僕世界史ですね。で、世界史地理なんです。ここだけ違うんだ、と同じだから。どうでした、手応え。手応え、世界史の第一問の論述が現役生配慮で、結構時代が古代に近かったんで、確かに確かに、そこはありがたかったかなっていう。書きやすいかった、書きやすかったですね。2人とも優しかったって言ってた。そうなんです、うん、ただ採点厳しかったんじゃないかなって僕はちょっと思ったんですけど、そうそう、ね、どうかなって、その辺はまだ、確かに社会の採点厳しかったって言ってる人いますね、うん、結構だったんですね。そんな気はしました、はい、で、いや、まあ、地理得意ですね。そうなんですよね、地理だけは、うん、地理でも分量多くないですか、基本的に。分量めちゃくちゃ多いです、ね、手がもうか、うわー、なんで世界史の大論述にかけれる時間が短くなっちゃって。そうですよね、それもあるから大変だな、地理って。日本史はおすすめですけどね。あ、そうなんですか。でも覚える量的に地理を選ぶ人が多いですよね。地理、あ、そっか、そういう考え方もあります、まあ、覚える量は地理の方が少ないんで、現役で行く人は地理をおすすめして、まあ、我々みたいに浪人を何回も何回も東大受けるような人は日本史世界史で行くのが王道ですよね。なんか寂しさはないのかな。寂しさ、東大受かってしまって次受けれないみたいな。ああ、そう、いや、また受ければいいだけなんですけど、でもまあ受けないで別の資格受けていけばいいかなって。あ、いいですね。次何、トイック受けるんですか。そうですね、トイックで850点取ろうと。結構高いんじゃないですか、850。めちゃくちゃ高いです、うん、で、英語はね、2人ともじゃあ全然。そうなんですよね、英語ダメでしたね。英語やっぱきつまずいちゃったっす、東大英語は。そうそう、東大英語選択肢が少ないんで、はいはいはい、4択、5択ならまだしも、うん、あーからんまでの50択とかになるとさすがに当たんなくなるっていう、うん、記述は苦手なんですよね。50択どころじゃないでしょ、記述は50択1文字で50択そういうこと、記述、そういうことなんですよ。択でやってるめちゃくちゃ
選択肢ありますね。英作をでも書けたんじゃないですか。英作はまあ中身スカスカの英作をね書かせていただいて、少し簡単だったから書きやすいテーマではあったと思いましたけど、うん、僕もあんまり自信なかったですけどね。もうどうなるのかね、得点返して。そっか、いつ来るんか分かんない。4月の終わりぐらいですかね。確か5月頭か4月終わりか、それぐらいだと思います。その時に実はむちゃくちゃ取れてるかもしれないですもんね。そうそうそう、ね、どうその時比べて、うん、何点差あるのか、何点差、 あとはまあ見ないで破いてみたっていう気がする自分のチャンネルに自分のチャンネルにしてもう別の動画に飛ばそうっていうもったいない、もったいないけど捨ててみたとか見ないで燃やしてみたとか怖やる意味が分かんないです。ちょっとモチベーションが、うん、まあこれからね2人とも YouTuber としてはい、はい、継続していくわけですけど、ましょう。ああね、受験企画は伸びやすいからね。でもね、伸びやすいんですよ。1年まだ受験東大受けますからね。いやどうしよう、何で稼ごう。東大生呼べるから。そうですね、ぼっちにならなければ、ぼっちにならなければ東大生いくらでも来てくれ。来住作ればいいじゃん。来住パクリで作るんですか自分の、ね、軍団みたいなの引き連れて、珍獣とか、珍獣パクって TV に珍獣って最悪じゃないですか全部パクる。じゃあこういう感じで2人どうなっていくのか、はい、お二人今後に期待したいと思いますので、はい、ぜひぜひ見てください。ぜひぜひお願いします。うちのチャンネルに来てください。お願いします。今回はですね、明暗分かれたお二人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。え、こんな短くて大丈夫なんですか。全然大丈夫です。え、今の短かった。もうだいぶあったよ。20分ぐらいとか、うん、2、3分。結構長かった。